切れないウィニングパット。今でも人々の脳裏に焼き付いているあの名場面。1995年、今年も PGA ツアーは数々のドラマを生んだ。3週連続外国人選手の優勝で幕を開けた今シーズン。しかしそれを止めたのが東聡。4月はシーズン終盤に訪れるあの熾烈な賞金王争いへのプロローグともなった。東に続いて当然のようにこの人、尾崎将司が名乗りを上げた。また今年はニューヒーローが次々と誕生したシーズンでもあった。期待されていた中堅選手の公式戦での優勝。そして何より20代の若手を中心に10人のツアー初優勝者が生まれた。そんな中、全英オープン日本マッチプレーでは友利が活躍。いぶし銀の技を見せた。秋の陣、若きチャンピオンの誕生は続く。そしてシーズン終盤、賞金王争いは熾烈を極めた。ジャンボ東の壮絶な師弟対決は逆転に次ぐ逆転。ついたのは日本シリーズ。ジャンボ優勝で2年連続9回目の賞金王を決めた。そして迎える今シーズンの最終戦。